側弯症といいますのは、背骨が前から見て、左右にですね、曲がるという病気なんですけれども、軽度の軽い場合はですね、発見が遅れることもあるので、小学校でやる検診というのはとても重要なことです。もし側弯症と診断されましたら、整形外科の先生と相談していただきたいなと思います。で、この病気はですけど、小学校の高学年から中学校ぐらいまでの発症が多いと言われています。